日本国内だけでかけてるんですよ。で、2年国債っていうのが今 0.3、 あ、じゃあ 0.13 ぐらいで、5年国債が今 0.34 とかそれぐらいなんですね。で、10年国債が今 1% ちょうどぐらいで、20年が 1.7。 要はもうあのこういうその例えば震災がありました、で、復興に伴って財源確保のために国債を増発しないといけないと、それっていうのもすごい周知の事実。例えばその、ギリシャの問題がありました、アメリカの債務上限の引き上げの問題がありました、あるんですけども、結局その、現状ですと日本の国債を消去法的にこう買わざるを得ないっていう状況がこの経済状況に続いているんです。基本的にその利回りっていうのは